おー、合体しました。もともとこれです。どう、並べるとでかっ。改めてでかいね。やっぱ6両編成合体は伊達じゃないね。ウォーターファの秘密基地、ウォーターファの秘密基地。動画をご覧の皆さん、こんにちは、ウォーターファです。今日紹介するのはこれだ。シンカリオンチェンジザワールド、6両編成による合体の超巨大シンカリオンのやり方を紹介します。全国のガンギャロウ集結せよ。お待たせしました。今回ついにね、シンカリオン。基本的には公式では3体合体の SRG が完成するんだけども、まあ遊び方の一つとして、もう6個合体させることもできるぞという動画になります。くれぐれもね、実行責任というか、まあ遊ぶときはちょっと気をつけてください。そこそこでかいものが出来上がります。最後にレビューしたファントムシンカリオンの時にお見せした6両編成の合体パターンとはちょっと違います。あれからいろいろ変形合体を繰り返し、おそらくこれが一番安定感があってプロポーションがいいかなというやつでやってみます。今回のオタファテクニカルレベル、ズバリ7、難易度高いです。僕も説明しててあれどうだったっけみたいなとこあるかもしれないんだけどね、ご了承ください。ゆっくり、いきます。基本的に今回はこの台車、これ以外は全部、合体します。バラしていきましょう。まずはね、腕を組み立てます。外して、これはね、足で使用します。そしたらこれが拳になり、これは右腕にしましょうか。こういう風に合体させます。そしたらこれを起こし、この黒い方が外側を向き、こっちが正面。そうするとこういう風になります。さあ、そしたらお腹の部分だけを起こし、これをこのように接続。お、巨大な腕が完成しました。今余っているパーツはこれとさっきの足になります。これまた後で登場します。省略してもいいんだけど、反対も行きましょう。おさらいですね。ちょっとね、難易度が高いんで、ちゃんとお見せしたいなと思います。よいしょ、こうですね。ちょっと手順とかはさっきと違うかもしれないんだけど、なんかやりやすいなと思うところからね、どんどんやってください。よいしょ。この動画を投稿している今は暦の上では真夏なんだけど、絶賛夏休み中だと思うんだけど、暑いね。こういうひと夏のね、思い出になるんじゃないかなと思いますね。時間がゆっくりある時にやるといいなと思います。でね、ごめん、もう早速なんだけどさ、これ忘れてましたね。これはここに行きます。さっきのやつもよいしょ、こういう風になりますね。これで腕の準備は完了です。残ってるパーツはさっきお見せした通りです。さあ、そしたら今度は足行きましょう。足編です。そうだね。まずは右足行こうか。パーツ取って、台車も取って、ここから行きます。これバラして、少しずつ行きましょう。これが足になるのは変わらずです。これが足裏に来る、足、かかとか。かかとに来るのも変わらずです。まずこれ分かりやすいように組み立てちゃいましょうか。そしたらこれバラしてください。で、黒いのを反転、拳を隠すようにしておきます。で、これ取る。で、これ分割したらここにね、ジョイントがあります。このように接続し、どうだったかな。いきなり分かんなくなっちゃった。こうですね。このように合体させます。これで合ってるよな。あ、合ってない、合ってない。ごめん。ごめん、ごめん、ごめん、ごめん。こうだ。こう、こうなってるのをこうだ。こうします。こういうことですね。こう。そうするとね、ちょっと伸びます。
そしたらここに拳を取り付けると。でその前にいやーこれね、とにかくね難易度が高いんだよね。ごめんね、ちょっとあれどうだったっけみたいなの出てくると思うんだけどね、ご了承ください。これがこういう風になります。こうですね。でこれ後でまたさらに合体していきます。で今のところ合体できるのがこの子、さっき外した腕の子ですね。これ裏返してこれをここに取り付けてください、こっち側で、これはね肩の、ボディのところにね合体します。今のところこれで完成です。反対側も同じものを組み立てましょうか。よいしょ。いやーこれ工程で言うとどのくらいあるのかな、かなりのステップ数だと思います。よいしょ。これがこういう感じですね。己との戦いの時間ですねこういう時間も楽しいですね。かかと、同じ工程をね2回ぐらい繰り返すとだいぶ頭に入ってきます。こうでこれがここ、でこれがここ、こうですね。さあそしたら、あこの子ですね、これはこっちですね。これがこうです。このように、合体させると。でこれは、ボディになるというわけで、今のところ足はここまでできています。ちょっと変な形なんだけど、一旦これで完了です。さあここからなんだよね。ここからが結構細かいです。まずこれがね、今回はファントムをシンとしましょう。ここからいろんなそれぞれ余ってきたものとかが少しずつ合体していきます。まずは、これをね合体準備、頭部ですね、おなじみのここ開いてっていうやつです。んちょっと待って、よし、いった、よし、こうですね。そしたら、これが芯になります。SRG と同じですね。ここまでは SRG と同じ。これ3体合体の時でさえボディが薄かったんだけど、薄いというかね、ちょっと細身なプロポーションになるんだけど、それをどうにかこうにかしたいなっていうのが今回すごい頭を悩ませた部分になります。これも分割しておいてください。ここまでできたでしょうか。そしたらここからね、腕を出してください。腕出す。で、これ、めくっといてください。パネルをね、こっち側に持ってきて、分割しておくと。こうですね。結構バラバラってなってるけど、一旦ここのままにしてください。で、これは、こういう風になってますね。通常と違うのは、ここが、こういう風になって、穴が前に来て、OK。さあ、そして最後の車両がこれです。取る。台車取る。で、バラす。ここですね。そしたら、どんどんバラしていきます。ね、さあ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 。まずは、これが、お腹の部分出して、これがこうなるかな。これに接続します。少しずついこうか。で、これも腕を出して、さっきと同じ条件を作ります。ここをめくって、で、これをバラします。ちょっとずついこうか。ちょっとずついくよ。まず、さっきの足を出してきます。そしたら、半分になったところですね。この半分になったジョイントを使い、
これをここに接続します。ちょっと変わった合体パターンなんだけど、これで OK です。少しずついこう。よし。そしたらね、このさっきの2車両のそれぞれの拳があります。これ向き、どっちにどうつけても大丈夫です。こう後ろに穴が開いています。これをここに取り付ける。反対側も同様。だんだん難しくなってくるからね。こうですね。ここまでは大丈夫でしょうか。さあ、そしたらこれですね、最後に分割したやつ、これの足をちょっと開いて分割し、こうですね、これが足のここに来ます。これは以前レビューした2体合体の時と同じ位置です。ここに合体、ここからがねちょっと長いんだよ。終わりそうに見えて長いんだよ、ここからが。よいしょ、ちょっと待って。よし、はまった。これですね。さあ、次に出てくるものは腕のこの側です。これ用意してください。そしたらね、この穴が前に来るように十分隙間を作って斜めにちょっとずつやろう。こうですね。こう。そしたらこの パネルのパーツで軸が太い方、細い、短い方あるんで、太い方を、刺します。これで言うとこれか、こういうことですね。だいぶ渋みがあります。そしたら裏側でこれをポーチュ閉じると、こういうことですね。ちょっとこう斜めになります。もうちょっと角度つけてもいいかな、こういう感じ。反対側も同様。まあ細かいですね、ゆっくりやってください。だからこれがこうなるかな。ちょっと一回こうして、こういうことかな。これは添える。前側で基本的にはしっかりくっついてるんで、これで大丈夫なはずです。こうね。とりあえず一旦足はこんな感じです。さあ、そしたら元に戻してみましょう。これが最後に、バラしたやつの側が、こっち側に行きます。こうね、よいしょ。こうで、これがここに来ます。そしたらここに隙間があるんで、このお腹の部分を動かしてちょっと密着させてください。よし、ここまではどうでしょうか。そしたらね、ポイントはね、ああそうだそうだそうだ、ごめんごめん、もう一回足登場しますよ。それぞれのこの、要するに胴体組にこういうパーツ余ってましたね。これを取り付けましょう。ここです。足に取り付けてください。こう、反対側もだいぶパーツが減ってきました。こうね、 OK。 さあ、そしたらね、胴体をちょっと細いんでね、ちょっと太くしようというのが、ポイントです。そしたらね、要するにこれが、こうやってね合体します。こうかな、こうやって合体します。こうで、こっちを残して前になる方をこれで出しときます。わかりやすいように今立てています。これがこういうふうにゆくゆく合体するので、ここの拳のところをここ、ね、に合わせると、肩のジョイントはこの拳になります。これが今回のポイントです。こう。しっかり押し込んでください。これ外れたら、ボロンって取れちゃうんで。反対側も同様です。あれ？今消えたぞ。ああ、そう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 。ごめんごめん。反対側はこっちです。おさらいしましょうか。合体するのがこうなんで、後ろ側で合体するんで、前を伸ばしておく。こうですね。
してこれを接続。この辺テクニカルですね。よいしょ、時間かけてグッて押し込んでください。 OK、 こうですね。さあそしたら今度はこれです。これがね、胸部アーマーになります。これ足なんでクリック関節があります。ワンクリック起こして、これがねここに来ます。こう合体するとだこういう感じになるわけですね。うん、そういうイメージしながらワンクリック、ここです。基本どのパーツもねジョイントで割とがっちりはくっついてるんだけどね、うん、まあとにかく難易度は高い。さあそしたらこの拳の穴、これを使ってここにこの太い軸を刺す。こっち側はこう、反対側太いのをここ、前側ですね。そうするとこういう感じになります。でどうしようかな、今行こうか。あと余ってるのはこれだけなんでね、実はもう合体準備はほぼ終わっています。足で言うとまあこういうこうかな。でこのやつすげえ細かいんだけど、まずこれ合体させます。これね、ここにこうやって合体させる。そしたらね、これ後ろ向けたいんでこういう感じで後ろ向けて、でここも回るんでこうやって回して、でこれだとちょっと不格好なんで寄せるんですね。こうやって寄せる、でこっちも回すみたいな感じでくねくねさせていくと最終的にこうなります。こういう角度、反対側も同様合体させて、で後ろ向けたいんでこういうことですね。こう、お腕、胴体、そして足、おお、コンバインの準備完了したよ。全部で5つのパーツになりました。ここまでどうでしょうか。もうちょっとでいよいよクライマックスです。というわけでね、合体させようか。崩壊に気をつけてください。ラストスパート、合体。合体させるときは足は足っていう感じで一気にいっちゃってください。で、そうだそうだ。クリック、ワンクリック、内側に寄せてください。これで立つかな？ちょっとね、で、これポイントなんだけど、このままだと結構危険なので、ここからね、少し斜めに、ハの字と言うんだけど、ハの字立ちさせてください。おー、巨大な足と胴体が接続されました。これで立ってますね。さあ、そしたら、最後は腕ですね。腕というかね、胴体の一部と腕。ここで合体させます。ここですね。これを、最後に、対させれば、合体完了。6両編成合体シンカリオンだ。おー、合体しました。全貌はこのようになりました。いかがでしょうか。個人的にプロポーションはまあ割とまとまってるんじゃないかなと。そして今日合体させるに至るまでに何回か変形合体させて、ツルツルしたところだとちょっと厳しいけど、まあ、布の上で1日置いて全く問題なかった。一応ツルツルしたところでも置いたらちょっとねぐらつくけど、一応ね安定はしてた。これが一番マシだったかな、今まで検証した中で。一応どういう風に合体してるか見てみようか。まずは胸部。個人的にはここら辺に一番力を入れて、全体のバランス的にはさ、ちゃんと胸部になってるよね。塊としてちゃんと胸部を構成してるものがいいかなと思って、一応このように合体させました。ご覧いただいたように各部はしっかりとしたピン、もしくはジョイントで合体されています。それから足回り。
足は結構ごちゃーっとしてるんだけど、これもね、一応安定感があります。横から見ても、かなり立体的ですね。何がどうなってるかはね、本当に、さっきの合体手順をもう一回追っていただくと、わかるかなと思います。一応ね、今回は綺麗なシンメトリ、左右対称の合体パターンとなっています。こんな感じですね。まあでもよくまとまったよね。で、正直ね、このてっぺんの部分、車両がね、後ろ向いちゃうのが個人的にはちょっと残念ではあるんだけど、前にするとね、ちょっとね、バランスが変な感じになっちゃったんで、僕は今回後ろ向けたけど、まあ、前を向けたければ、あの辺のね、手で動かしてるんで、まあなんかちょっとアレンジを自分で加えてもいいかなと思いますね。あくまで僕はこういう風に合体させました。シンカリオンはまだまだ発売されていて、E8 翼ドローンフォーム。これもちょっとレビューが控えてるんだけど、まあ、ちょっと1車両だとどのぐらいのボリュームかなってことで。もともとこれです。どう並べると。でかっ改めてでかいね。やっぱ6両編成合体は伊達じゃないね。そしてさ、しつこいけどさ、なかなかプロポーションまとまってるよね。あ、でね、これ稼働はほとんど見込めないです。バランスが悪いんで、基本巣立ち推奨です。まあ、1車両のね、合体させると、比較的にはね、こういう風になります。いつものやつだと、ガンダムくんとかね、マスターグレードとか、この辺と並べても、全然大きさがね、違うことがわかるかと思います。ぜひ、やってみてください。一通りの遊び方は、こんな感じ。今回の動画、面白かったな、楽しかった、参考になったよという方、チャンネル登録と熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。あとはどんなことでも結構です。あなたからのコメントを待ってます。それでは次の動画でお会いいたしましょう。またいろいろと合体やってみます。もともでした。またねー。